ツインレイの男性はどんな愛情表現をするのか気になる。他にも永遠の愛の特徴ってどんなものなのツインレイの男性がどんな愛情表現をするのか気になる方も多いでしょう。彼らがどんな風に愛を示すのか理解したいと思っている方もいるでしょうね。彼からの猛アタックはツインレイとしての愛情表現で嬉しいけど本当なの という疑問も生まれるかもしれません。では、ツインレイ男性の愛情表現や永遠の愛の特徴について掘り下げてみましょう。これらの要素を踏まえながら、ツインレイの愛情表現や永遠の愛の特徴について深く理解していくことが、関係をよりよく築いていく一歩となるでしょう。ツインレイ男性の愛情表現の一つは、出会って即アプローチしてくることです。 ツインレイは女性よりも男性が早く気づく傾向があり、出会った瞬間にツインレイだと気づくことがあります。そのため、ツインレイ男性は出会った瞬間から、機関や状況にとらわれずにアプローチし、あなたに気づいてもらおうとします。ツインレイ男性は、あなたを見た瞬間に、特別な感情を抱いているかもしれません。そして、すぐにこの人と付き合って結婚して、 生涯を共にすると心に決めていることもあります。ツインレイ同士であれば、初対面の熱狂的なアプローチに戸惑うこともあるかもしれませんが、時間をかけて、ツインレイ男性の魅力に気づくことが期待されます。初対面での積極的なアプローチに引いたり、不信感を感じたりするかもしれませんが、ツインレイ同士であれば、その気持ちを乗り越え、 お互いの魅力を理解できるときが訪れるでしょう。もし初対面での猛アピールに出会ったら、それがツインレイの可能性があるかもしれません。ツインレイ男性の愛情表現の二つ目は、繰り返し愛を囁くことです。ツインレイ男性は、あなたに対して何度も愛を伝えてくるでしょう。どんどん愛が溢れてしまうため、LINE や直接会ったときには、 愛の言葉や態度で何度も愛を伝えてくることがあります。この愛を受けることは非常に嬉しく、自分に自信を持つきっかけになります。ツインレイ男性の愛を受けることで、あなたはより魅力的な女性へと成長し、愛されている安心感に満ちた日々を過ごすことができるでしょう。愛を伝え合う中になれば、魂の統合が順調に進むことが期待されます。 ツインレイ男性からの愛情表現を受け入れ、お互いに愛を伝え合うことで、深い結びつきを感じるでしょう。ツインレイ男性の愛情表現の三つ目は、ツインレイ女性をじっと見つめることです。ツインレイ男性は、あなたの存在が愛おしくてたまりません。彼は常にあなたのことを見て、目に焼き付けておきたいという思いがあります。あなたを見ることでツインレイ男性は、 幸せを感じていることでしょう。初めて視線を感じると、ツインレイ女性は、戸惑うこともあるでしょう。理由を尋ねても曖昧な返答で、不思議な感覚を覚えることもあるかもしれません。しかし、ツインレイ男性にとっては、これが最大級の愛情表現なのです。彼の視線も愛に満ち溢れているため、嫌な感覚ではないでしょう。 視線が合うことが多いなら、彼はあなたをずっと見つめているかもしれません。彼と目が合ったら、無視せずに笑顔で答えることが、ツインレイ男性の喜びとなります。ツインレイ男性の愛情表現の四つ目は、自分のありのままの姿をさらけ出してくれることです。ツインレイ男性は、隠すことなく、自分のありのままの姿をあなたに伝えてきます。 魂でつながったツインレイ同士は、お互いを信頼できる存在です。ツインレイ男性は、どんな自分も受け入れて欲しくて、あなたが受け入れてくれるだろうという安心感を感じています。通常は他人にすべてをさらけ出すことは難しく、勇気がいりますが、ツインレイ同士であれば、心配入りません。ツインレイ男性は、どれだけ自分をさらけ出しても、 ツインレイ女性に受け入れられると信じています。彼の中には自分に弱い部分を見せることでツインレイ女性に対して深い信頼を感じていることがあります。例えば、仕事で落ち込んだ時に彼が弱い一面を見せてくれた場合、それは彼が心からあなたを信頼している証拠です。ツインレイ男性からのこの愛情表現を理解し、 彼を優しく支えてあげることが大切です。ツインレイ男性の愛情表現の五つ目は、ずっと一緒にいてくれることです。ツインレイ男性は、ツインレイ女性を愛しており、どんな時間も共有したいと考えています。彼はできる限りあなたとの時間を増やし、一緒にいることに努力します。もちろん、仕事の都合や予定により、 現実的になかなか会う時間を作れないこともあるでしょう。それでも休みの日は、ツインレイ女性との時間を大切にし、合間で連絡をくれたりと、寂しい思いをさせないように努めます。ツインレイ女性にとって、どんな状況でも、自分を一番に考えてくれている姿勢は、感動的でしょう。彼が忙しい中で会える時間があれば、深い関係を築くためにも、 積極的に歩み寄ることが重要です。同様に、彼が時間を作ってくれた際には、感謝の言葉をしっかり伝えましょう。ツインレイ同士は、言葉を使わずに感じることができると言われていますが、感謝の気持ちを言葉にすることで、彼もより喜ぶことでしょう。ツインレイ男性の愛情表現の6つ目は、話をよく聞き、共感してくれることです。 ツインレイ男性は、ツインレイ女性の話をよく聞いて、共感してくれることがあります。ツインレイ男性は、ツインレイ女性の長所と短所を全て愛しており、どんなあなたでも知りたいと思っています。そのため、あなたの話に興味を持ち、常に真剣に前のめりに聞いてくれることでしょう。話しやすさとともに、ツインレイ男性の聞き手としての姿勢が感じられます。 ツインレイ同士は前世で一つの魂だったことがあり、物事の考え方や感じ方が似ている傾向があります。このため、話をしていて共感する部分が多くあります。彼が共感してくれることは、無理やり合わせているのではなく、ツインレイ同士のつながりから来る自然な共感なのです。ツインレイ同士は、お互いにとって心地よく、 楽しい時間を共有できることでしょう。会話を楽しむだけでなく、時折彼の意見にも共感を示すことで、より深い絆を築く手助けとなります。ツインレイ男性の愛情表現の7つ目は、いつでも味方でいてくれることです。ツインレイ男性は、前世から繋がっているため、その絆が途絶えることはありません。彼は世界中が敵になろうとも、 絶対にあなたの味方をしてくれるでしょう。周りの恋や反対に左右されず、ツインレイ女性が最優先の存在です。この深い愛情は、ツインレイとしての魂の繋がりから生まれています。ツインレイ男性が生きている限り、あなたは決して孤独を感じることはありません。彼の大きな愛に包まれているのです。困難な状況や辛い時には、ツインレイ男性が、 必ず味方となってくれることを心に留めておきましょう。同様に、彼が助けを求めた際には、あなたも積極的に支えることが大切です。ツインレイ男性の愛情表現の8つ目は、よく体の結びつきを求めることです。ツインレイ男性は、魂のつながりだけでなく、体の結びつきも求めることがあります。 はじめは頻繁に体の結びつきを求められることがあり、これが不安材料になるかもしれません。しかし、これはテレパシーにより、性欲が高まっているためであり、体目当てではありません。むしろ、彼はあなたを心から愛しているからこそ、愛情を全身で表現したいと思っているのです。時間が経つにつれて、体の結びつきが落ち着いてくることもありますが、 これは、愛情が冷めたわけではありません。性欲が減少しても、彼があなたを心から愛していることは変わりません。過度な心配はせず、お互いの関係を深めていく過程に、焦点を当ててください。ツインレイ男性の愛情表現の9つ目は、自分も愛して欲しがることです。ツインレイ男性は、自分に自信がないことが多いため、自分への愛情も、 求めてくることがあります。彼は心からツインレイ女性を愛していますが、自分への愛が伝わっているかどうかが不安となります。時には僕のこと好きやどのくらい好きといった愛情に関する質問が出ることもあります。これは自信のないツインレイ男性が、改めて言葉で確かめたいという気持ちから来ています。ツインレイ女性は愛情が伝わっているものの、 言葉で確認することで安心感を与えることが重要です。面倒に感じることなく愛情をしっかりと伝えることがお互いの信頼を深めます。ツインレイ男性の愛情表現の十つ目は心配して注意したり叱ったりしてくれることです。注意や叱ることがマイナスイメージに感じられることもありますが、これはツインレイ男性が あなたを大切に思っているからこその行動です。彼はあなたを守りたい気持ちから、間違ったことをしていると感じた時には、きちんと叱り、と教えてくれるでしょう。注意されると、不機嫌に感じることもあるかもしれませんが、それはあなたのためを思っての行動。ツインレイ男性が注意や叱りを通して示すのは、深い愛情の表れです。 このような彼の愛情表現も大切にし、お互いの成長につなげていきましょう。ツインレイ男性と、これから先一緒にいたいと思い、愛の深め方についてどうすればいいのか、気になる人もいるはずです。そこでツインレイ男性との、永遠の愛の深め方として、大切なことが3つあります。ツインレイ男性との、永遠の愛を深めるためには、 精神的な自立が重要です。依存や執着ではなく、お互いの成長を促進し、刺激し合うことで深い愛が芽生えます。自分自身の成長に焦点を当て、お互いに尊重し合いながら進化していくことが、より強い絆を築く秘訣となります。ツインレイ男性との永遠の愛を深めるためには、見返りを求めずに、 相手の幸せを心から願うことが欠かせません。無償の愛が結びつきを強め、自分が求めるのではなく、相手を大切に思うことで、より深い結びつきが生まれます。相手の幸せを第一に考え、愛を分かち合うことで、魂の統合が進みます。ツインレイ男性との永遠の愛を深めるためには、お互いの信頼を築くことが不可欠です。 ツインレイ同士は強いつながりを持っており、お互いを信じ合うことで絆が一層深まります。相手を理解し、共感し合い、信じることで、心の中で強く結ばれた愛が育まれ、未来への道を共に歩むことができます。ここまでツインレイ男性の愛情表現と永遠の愛の特徴について、詳しくお伝えしてきました。 ツインレイ男性は積極的に愛情表現をし、その特徴として一切の見返りを求めない純粋な愛があります。そのため、すぐに彼らの愛情表現に気づくことができ、お互いにとって特別な存在であることを感じるでしょう。魂で結ばれたあなたとツインレイ男性は、お互いにとって不変の存在であり、その絆は、 時間や空間を超えて続いていきます。彼らの愛は見返りを求めず、深い精神的な次元で結びつきます。時には愛情表現が難しい一面もあるかもしれませんが、その姿も含めて受け入れ、愛してあげることが大切です。悩んだ際には、今回ご紹介した内容を参考にしてみてください。ツインレイ男性との愛は独自の形を持っていますが、 互いを理解し合い、信じることでより深まることでしょう。今後も二人の魂の統合が順調に進むことを祈っています。気になる人や彼氏が本物のツインレイなのか知りたい。ツインレイと結ばれて幸せを手にするにはどうすればいいんだろう。ツインレイは魂の片割れであり、世界にただ一人しか存在しない特別な存在です。 出会った瞬間に惹かれ合い、結ばれることで、最高の幸福を手に入れることができる、運命の相手です。しかし、気になる人や彼氏が、ツインレイなのかどうかを確信するのは難しいことです。ネットで情報を探しても、ツインレイとどうやって結ばれるかがわからない場合もあるでしょう。確かに、世界にただ一人しかいない。 ツインレイと結ばれるのは容易なことではありません。ただ待っているだけでは結ばれることはありませんし、現世での統合は難しいものです。しかし、ここまで動画を見たあなたは大丈夫です。ここでは、大手企業や有名人も信頼する恐ろしいほど当たるツインレイ鑑定をご紹介します。これは、ただの占いではなく、願望成就のスペシャリストが行う鑑定です。 願望成就や波動調整を通じてツインレイと結ばれたり、本物のツインレイと出会うことができます。あらゆるツインレイに関する疑問を解決し、統合への道を導いてくれます。本物のツインレイかどうか瞬時に見抜いたり、相手の気持ちまで読み取るツインレイ鑑定。さらに、願望成就や波動調整によってツインレイと結ばれたり、 本物のツインレイと出会うことができます。こういったツインレイに関することすべてを的確に読み解き、統合まで導いてもらうことができます。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。